Ladies and gentlemen. どうも。トゥース。やったことないじゃん。やったことないけど。なんかそういう雰囲気だし。急に思いついちゃったね。思いついちゃったね。どうもありがとうございます。はい、ということでね、今年はちょっとあのいつもより半年ぐらい遅れちゃいましたけども、ツーショットね。うん。私ポリップ取りました。そうそう、いろいろありましたからね。まず忙しかったんでね。ポリップのない太田なんて。クリップですね、それね。クリップね。ということでございます。あんま余計なことやんない方がいいんですよ。そうですよ。別に余計なことせっかく練習してきた。余計なアドリブ入れない方がいい。ということでございます。まあ最近もいろいろね、芸能界なんかニュースがあって。多いですね、これなんで。やっぱオセロの中島さん。いやー、びっくりしましたね。ねえ、久しぶりに、約2年ぶりにテレビ朝日の番組にね、そうです。出演して、まあいろいろね、いろんなことをね、喋ってきましたよ。アメトーク洗脳芸人って。違いますね。そんなタイトルのやつやらないでしょ、どう考えて。びっくりしましたね。他誰出るんだよ、だったら、なの、お前。X ジャパンのやつとかね。うるせえよ。いいからそんな高野花とか出てきた芸人じゃねえしよ。みんな全然話が噛み合わなかったし。いやそれやってる全員どこ見てんのか分からない。やってる見たいけど見たいね。やるわけないでしょ。やるわけないじゃなくてワイドスクランブル。ワイドスクランブル出ましたね。びっくりしましたね。あれでいろんな今までの話をねしてましたけども、そんな中でもね同居してた女性にね洗脳されてたんじゃないですかって言われたら、本人はいや全くそれはありません。何のことですかなんて、ね、そうきっぱり否定しますから。洗脳もマインドコントロールもされてません、そう言ってました。ただ操られてるだけですもん、ね、一緒ですよ。よく分かんない。全く同じことですからです。わけわかんないですね。いやでもねやっぱね、あの相方の松島心配だと思うよ。やっぱりだ今回ね私もね、オセロ、まあ、改めてねあの二人見てね、あの中島智子とね、松島直美ですよ、はいはい、名前合わせると松島智子になるんですよ。どうでもいいわ。改めてそこなのか。びっくりしちゃった。いやいやびっくりしたじゃねえよ。ライオンに気をつけて。いいからそんなのは関係ないでしょそれ。松島智子と中島みゆきです。いやみゆきじゃねえよ。適当なのがみゆきいねえだろそこに。どっちもいねえよみゆきは。裏恨みます。だけどね本当ね。恨みます。まあ私うるさいわ。我々も一緒にあの番組もやってたじゃないですか。やってましたよ。ね、心配ですよ。ねじゃあちょっとね。だから私もね中島にもし会えるものならですよ。はい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 。言葉をかけてあげたいですね。なんてかけるの？お元気ですか。やめなさいよ。井上陽水持ってこられちゃ一番ややこしくなんだそこお前。ダメだよそれをやったらお前本当に。気が楽になっちゃう。気が楽になったじゃないよ。ね。まあでも本当に2年ぶりにテレビで見ましたけれどもね、ずいぶん痩せてたでしょ。痩せてましたよ。ね。あだから2年ぶりに出てきて痩せてるって、もうネタがホリエモンと完全に被っちゃった。ネタじゃねえ。ネタじゃねえ。気をつけてほしいんだよ。被ってるとかじゃねえだろ。作りにくいんだよ。作りにくいじゃん。確かにね。同じネタになっちゃうから。いや確かにホリエモンもね。考えろよ中島な。いや考えろってしょうがない。久しぶりに見たけど。あれねホリエモン。痩せてたよね。どうしたんですかねあれ。ね、TRF のイージーズダンサーズ。やらないよそんなの。刑務所にいたから。刑務所に収監されてたら痩せたんでしょ。あれは寒い夜だから。それ寒いよ確かに。刑務所は寒い夜だよそれ。だからじゃなくてやっぱねほら栄養とかも取れないでしょあんまり。栄養取れないからね。ちゃってね。でもそしたらあれだね、ホリエモンがあのダイエットのやつとかやったらまた売れちゃったなんか。いや売れないじゃん。ホリエモンダイエット。なんでホリエモンダイエット内容が DVD とか出しちゃってさ。 DVD どんな映像なのよ。つけたらあの正座して座ってるだけ。収監されてるだけなの。地味なの誰が見んだよ。ほんで痩せんのかな。痩せるわけねえだろそれだけだったら。後ろでロケットが爆発しちゃったら。なんでだよそれは。出てきてからだろ。とてもシュールな DVD なの。精神的に全然ダイエット関係なくなっちゃってるしよく分かんなくなっちゃってね。まあでもねよくでもそういうね芸能人がプロデュースする商品とかって売れますよ。なんかよくほら夜中の通販番組とかで安いするじゃないですか。必ずやってますね。結構売れんだよ。売れます。代表的なのはあの松井和代さんのね松井棒ってあるじゃないですか。松井棒売れましたね。ああいう小物みたいの売れんだよね。そうなのよ。だからそのうちあの塩谷旬の二股ソケットとか売れねえよそんなの。出落ちみてえなもんじゃねえかそんなもんお前。ちょっとよ、面白いってちょっと買うぐらいだよそんなもんね。誰もいらないよ。面白いよね。まあでもね、あの芸能界ニュースいろいろありますけど、やっぱ AKB 絡みのニュースってやったら多くないですか。 AKB ちょっと前は峯岸みなみちゃん、あーね、あのなんかお泊まり合いかなんか発覚しちゃって、そしたらね、もう坊主頭であの YouTube でね、泣きながら号泣して謝罪してた。アイドルあそこまでしなきゃいけないのかなって、この先どうすんだろうと思っちゃいますよね。あれね、あの頭でポニーテールとシュシュって言われてる。いいよそれは。それはいいから何の説得力もない。説得力じゃ歌なんかいいじゃないかそんなの。エブリデイカチューシャって嘘つけ
嘘とかじゃない。どこに住んだカチューシャ。いやいやどこじゃ、それはいいんだ。頭突き刺すのか。かわいそうだろうよ、別に。歌なんだからしょうがないでしょ、それは。ねえ、びっくりしちゃいますよ。だけどちょっとね、あの YouTube の、ね、見ましたあれ動画、ちょっとなんかね、嫌な気持ちになっちゃってね。俺もね、見るつもりじゃなくて、偶然見ちゃうんだ、ああいうのってね。偶然見たんですか、あれ。そうそう、全然見るつもりじゃないけど、YouTube で、うん、あのいつもね、何の気なしにあのね、はい、女の子、うん、丸坊主号泣って検索して待って何の気なしにじゃねえだろ、いや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 、あれ以外そんなじゃ何があんだよ、あれ以外ねえよ、そんなもんドン引きですよ、ドン引きじゃねえよ、まあ、一番見たい映像だろう普段何何の気なしにそんな検索するんで、バカだお前ほんとに見たくなかったなでもね、うん、たったまあね、年頃の同じの子じゃないですか、年頃ですよ、ね、彼氏がいて恋もしたい年頃ですよ、それでね、うん、あんな謝罪をしなきゃいけないって、じゃあもしよ、うん、次また何かあったら今度どんだけの謝罪しなきゃいけないんだろう、今度頭の皮剥ぐぐらい、それはやんねえよ、怖いなそんなこと、すっぱだかで謝罪です、すいませんすっぱだか、なんかそれがまた問題になっちゃうじゃん、お前だからその問題になるような箇所にあの金髪の少年を置いといて、違うやつだよそれはまた見えないようにそれ AKB の別の問題、別の問題ですかね、金髪の笠井智美ちゃん、笠井臨海ですね、笠井臨海じゃないですよ、笠井臨海、笠井智美ちゃんね、あの写真集ね、その友のこと好きっていう、そうそう、そういうタイトルだったらしいんですけど、これがもう発売中止、発売中止です、これ3話が、ね、その代わりに今度は元冬樹さんが元のこと好きっていう、気持ち悪いよ写真集、誰が買うんだそんな写真集を見たかねえよ、金髪の少年が頭のとこを買う、いやいやいや別にこれは大丈夫だ、あの別に元さんのここは映しちゃいけないわけじゃない後ろから隠し、ねえ、いいじゃない、別に堂々としてりゃいいじゃない、これは大丈夫だ、大丈夫だじゃない、ね、うん、まあでもなんか本当に最近ね、うん、この芸能界っていうのは謝罪ばっかりじゃない、うん、謝罪多いね、ね、誰かしら毎日謝ってんだな、だからなんかねほら、うん、ツイッターとか、うん、ね、ああいうかブログとかでちょっと問題発言みたいにすると、うん、炎上しちゃう、炎上すぐすんだよ、だもう毎日誰かしら炎上してますから、ね、ついこの間もシシドジョーさん炎上し、違うよあれはあれは炎上じゃねえだろうよお前は、何言ってんだよ、何かしたんですか、何もしてねえよあれは炎上じゃなくて全勝なんだよあれはだから全勝ですから、かわいそうに ね、 ひどいかわいそうだよ、いや当初は放火じゃないかって言われたんですけどね、うん、空爆だったんですよ、空爆のわけねえだろ、まあ、不謹慎だ、さっき言ってたって、あの人は昔飼ってた犬の名前、うん、サダム・フセインコ、確かにね、確かにね、あれ空爆されてもしょうがない、それは違う、一番不謹慎だと、確かにそこは俺もどうかなって思ったけど、そこも勤めないから、サダム・フセインコかわいそうだから勤めない、よく分かんないよ ね、 ね、うん、まあいろいろありますけど、でも今ね大変なのはね、うん、柔道界、あー柔道界揉めてますよ、もう大揉めに揉めて、ね、でまず最初ちょっと前ですけども、はい、うん、あの金メダリストの内柴選手ね、うん、内柴さんすごい選手ですよ、すごいですよ、あの人が自分の教え子に対する準強姦罪っていうね、これだな、懲役5年の実刑判決が出ちゃったわけですよ、出ちゃったね、でその裁判の時は、うん、もうね裁判官がね、うん、あの実刑はって言った時に、うんうん、もうすぐさま大きな声でね、うん、控訴させていただきますってね、そうそう、すごいもう今にも掴みかからんばかりの勢いで言ったらしい、慌てて弁護士が止めてね、うん、投げ飛ばしたっていうの、すげえな、すげえな、その弁護士だったっていうの、金メダリストだよ、できるわけねえだろ、そんなの、うん、いやでもね、あの柔道連盟はもう、うん、それを受けて、うん、もう早速やっぱ永久追放ですよ、うん、でそのニュースを聞いた時にはさすがの内柴もね、うんうん、こいつは一本取られた、何のんきなこと言ってんのいやーじゃねえよ、そんなうまいこと言ってる場合じゃねえぞ、反省して、反省してるじゃないよ、うん、ね、すごいんですよ、うん、まあでもね本当に今柔道界大変なのはやっぱりね、うん、あの女子柔道、その後もいろいろね、はい、監督、うん、監督ね、園田監督、園田監督ね、あの人がそうですね、15人の女子のね選手から暴言、暴力、パワーハラスメント訴えられちゃって、でまたあの園田監督その、うん、見ると可愛い顔してる、それはいいじゃん、ね、いやいやそうだ、つぶらな瞳で、いやいや、まあまあそうだけど、なんかクマちゃんみたいな顔してる、顔はいいでしょ、テディベアみたいな顔して、いやいやまあまあそう、全然イメージ違うんだよ、関係なそれなのに暴言とかセクハラとか言ってね、いやいやまあまあね、周りからテッドってあだ名言われてるよ言われてねえよ、テッドなんてよ、なだらじゃねえよ、別によ、ね、まあでもあの園田監督ってね結構ね、評価が割れるというか、あ評価割れるんですかね、なんかね、例えばあのやわらちゃん、ああやね、谷亮子っているんですよ、ね、今、うん、あの人なんか言わせると、うん、いやもうそんな暴力なんか振るうような人、うん、絶対違うっつって、ね、しかも私少なくともね、やわらちゃん、うん、私はそんな暴言吐かれたことなんて一回もないっつって、いやそれはだってやわらちゃんに面と向かって暴言は吐かないです、まあ、まあそうかね、影じゃブスって言ってますから、なんで分かんねえだろそんなもん、絶対言ってますよ、絶対じゃなんで自信があるんだそんなものお前、言ってないやついないんですか、そんなことねえよそんなことねえわ、言ってなきゃそっちの方がおかしい、おかしかねえよ、おかしかねえだろお前、一番ひどいわお前、うん、本当にね、ひどいやつです、いやお前だよ